都市間鉄道は、通勤列車や中距離電車よりも長い距離を結ぶ、特急列車や急行列車のことを言う。その正確な定義はなく、国ごとに意味が異なるが、最も広く言えば、一つの都市内で完結する通勤列車や、全駅に停車し地域輸送を担当する、遅い中距離列車でもない列車であり、停車駅が限られ、クロスシートのような長距離輸送に適した、 快適な設備を有する特急列車や急行列車である。在来線による時速100キロ以下のものから新線を利用した時速300キロ以上の高速鉄道に分類されるものまで様々である。都市間輸送においては自動車や航空機と対抗したり、経済発展や需要創出を目指したりするためには高速化が重要な課題であり、 多くの国で高速鉄道の整備や計画が進められている。日本特急スーパー大空号現在、新幹線のほか日本で都市間鉄道と言えるのは主に JR の在来線の特急列車であり、新幹線と接続するダイヤを組んでネットワークを形成している。沖縄県を除けば人口10万人以上の主要都市の大部分は都市間鉄道で結ばれている。 また、東武鉄道、小田急電鉄、名古屋鉄道、近畿日本鉄道などの私鉄の一部も、都市間鉄道の分類に入る特急列車を運行している。中国中国語では、都市間列車は、白際列車と呼ばれる。近年は高速鉄道網の発展が目覚ましいが、在来線で夜行運転を行いにから3日をかけて走るような、長距離列車も依然として、 重要な役割を果たしている。列車種別は、主に時立特快列車、特快列車、快速列車で高速化が進み、在来線でも改良により、最高時速160から200キロの高速運転が行われている場合が多い。香港呉内駅から中国大陸と結ぶ白際直通車が運行されている。北京西駅に直通する京急直通列車。 上海駅に直通する、呼吸直通列車、甲州東駅に直通する、高級直通列車がある。台湾広し有う号高速鉄道のほか、自供号、巨行号、復興号が、都市間鉄道の役割を果たしている。曲線を高速で通過できる、日本製の車体傾斜式車両である、太城し号や広し有名号が近年導入され、スピードアップや増便に、 大きな役割を果たした。韓国在来線の都市間鉄道には ITX 青春、ITX、セマウル、セマウル号、ムグンファ号、ヌリロがある。マレーシア KTM エレクトリックトレインサービス電化区間では1000ミリメートルのメーターゲージでありながら最高速度160キロで運行する KTM エレクトリックトレインサービスが非電化区間では KTM インターシティが運転されている。この他、タイ、インドネシア、ベトナム、ミャンマーなどで都市間鉄道が運行されている。インドラージダーニー急行国中の都市間に急行列車のネットワークが張り巡らされており、最高時速150キロのシャトーブディ急行ラージダーニー急行などがその代表的なものである。ドイツ鉄道のインターシティヨーロッパでは、 多くの国の長距離都市間列車は、インターシティのブランド名で運行されている。ドイツなどでは1時間ごとのパターンダイヤを採用し、高頻度で利用しやすい路線網が形成されている。高速鉄道網が西ヨーロッパ諸国を中心に発達しているほか、在来線であっても、最高時速160キロあるいは200キロの高速運転がなされている場合が多い。また、 国際列車が多く存在し、その頻度も高かったり国境での長時間停車を行わなかったりして日常的に利用できるようになっているのも、この地域の都市間列車の大きな特徴である。シベリア鉄道をはじめとする数千キロの長距離列車が国中に多数運行されている。最高速度百五十キロのサプサンのような高速列車もごく一部に存在するものの、一般的には、 平均速度60キロ程度で遅い。アメリカ合衆国パシフィックサーフライナー同国の都市間鉄道は現在公共企業体のアムトラックにより運営されている。20世紀中盤までは国中に私鉄による都市間鉄道のネットワークが存在したが航空機、自動車が普及すると旅客を奪われ人口密度が薄い国土のため鉄道が得意とする大量輸送に適さず 都市間鉄道は大きく縮小した。最終的に各種鉄が運行していた列車の運営はアムトラックに一元化された。しかし、アムトラック発足後もネットワークの縮小傾向は続いている。例外的にニューヨークを中心とした大都市が連なる北東海老区間においては、アセラエクスプレスのような高速列車が運転され、都市間列車の本数も多く、 ビジネスにも多く利用されている。この他、カリフォルニア州のパシフィックサーフライナーや、キャピトルコリドー、シカゴと周辺の街を結ぶ路線などは一定の利用者、本数を維持しているが、これらの他アラスカ州の州営アラスカ鉄道以外の路線では列車本数は1日1本程度に限定され、時間に余裕のある乗客による利用が中心である。なお、近年では、 全米各地で高速鉄道の新設計画が持ち上がっており、カリフォルニア高速鉄道計画のように具体的な段階に進みつつあるものもある。カナダカナダにおいては、カナディアンパシフィック鉄道とカナダ国有鉄道の大手2社が都市間鉄道を運営していたが、アメリカのアムトラック同様に新たに発足したビア鉄道に移管されている。こちらもアメリカ同様に、 トロントとモントリオールなどを結ぶ路線を除けば、大陸横断路線のカナディアン号のように、観光要素の強い列車が主である。ありがとうございます。